行きます。はい。はい、3、2。はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は淡木原クラフトブルワリーの、代表されています川野浩二さんにお越しいただきました。浩二さん、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。浩二さんはね、よく、まあ、ニックネームでこじこじさんってことで、はい、親しくさせていただいてるんですけど、前回いらした時もお酒一緒に飲みに行って楽しすぎても、翌日も二日酔いでも大変でした。はい、私も、純ちゃんと乾杯した後すぐ記憶が消えてまして、ね、写真でしか知らないんですけど、ありがとうございました。すごい楽しかったんですけど、この川野浩二さんは、淡木原クラフトブルワリーっていうのは、これビールの、はい、工場をお持ちなんですよね。はい、クラフトビールを6月から作らさせていただいております。なんかその工場の方も複合施設ということで、ブルームーンということで、先月6月の1日にオープンしたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、で、いろいろ、まあ、ガソリンスタンドを経営されたり、まあ、複合施設を経営されたり、まあ、ビル工場をお持ちだったりということで、事業家の しての、面もすごく有名な方なんですが、あと面白い肩書きとして、神社の専門のコンサルタントをしているということで、初めお会いした時に、はい、僕ちょっと初めて聞く職業で、はい、すごい興味を持ったんですけど、はい、今ね、いろいろされてると思うんですけど、ご自身が現在の、ご自身の活動も含めてちょっと自己紹介していただけると助かります。はい、宮崎からやってまいりました川野浩二です。普段はですね、先ほど純ちゃんからご紹介いただきましたように、油を売ってます。ガソリンスタンドを4軒やっておりまして、はい、その以外に、居酒屋秋月っていうのと、先ほど言いました、ブルームーンという複合施設、はい、この中に4つ業態が入っておりまして、はい、セミナールームだったり、はい、まあ、イベントをやれるモチララウンジという、まあ、スペースと、はい、ショールーム、これがリフォームのショールームなんですけども、ほうほう、リフォームと言います。はい、そして淡木原クラフトブルワリーで、いろんな素材、マンゴーだったり、まあ、いろんなちょっと信じられないようなゴーヤだったり、はい、そういう原料を使ったビールを作っている淡木原クラフトブルワリーのビールをすぐ横のお店で飲める OMG タップルームという飲食店、うん、以上やっております。あ、なるほど。これウェブでちょっと調べてみたら、大分のユーズとか、はい、ね、何でした、ヒューガナッツとかいう、はい、まあ、期間限定の商品、何でした、フルーツでもビールとか作ったりしてるんですよね。はい、これ小ロットでも作っていただけるんですか。小ロット、80リッターぐらいからでしたら。そうなんですか。はい、ですから、まあ、瓶ですと100本ちょっとぐらいからお受けすることが可能です。すごいですね。はい、僕京都よく行くんですけど、京都の伏見っていうところは酒蔵が、まあ、20何箇所あって、でそこでお酒飲むの結構好きなんですね。で行ったら居酒屋さんで、この蔵元からもうオリジナルのこのお店にしか卸さないっていうお酒があったりして、はい、そのお酒がどういう味かは分かんないですけど、はい、ここでしか飲めないってなると、うん、どうしても買っちゃうんですよね。うん、でやっぱり、特別感っていうんですか、そういうのがあるので、うん、またやっぱり美味しく感じるので、例えば地域での、ね、そういう特産物を生かしたビールなんかもお願いすれば、作れちゃうっていうのもありなんですよね。そうですね。ですから例えば純ちゃんが今度何かのイベントをすると、はい、皆さんご存知だと思うんですけど、純ちゃんの顔をなぞった、はい、イラストがありますけど、はいはいはい、あのイラストが載ったラベルのビール、うん、限定もの、これみんな欲しいですよ。絶対飲みたいです。
ですから、まあ、そういったご要望があれば、はい、まあ、今回も夏のお中元でですね、うん、企業さんのロゴが入ったお中元、はい、その企業さんが出されるお中元のビールを作らさせていただきましたので、はい、そういったこともまあ、積極的にやっていきたいと思っております。あ、なるほど。すごいね、やっぱりこういうの欲しいなっていうのをね、どんどん、浩二さん作っていらっしゃるんですけど、今現在こういうね多岐にわたって活動されてるじゃないですか。で、今現在に至る、ターニングポイントって、まあ、人生の中でどっかであったと思うんですけど、振り返ってみて、はい、どこがターニングポイントになってたと思います？先ほどご紹介いただきました神社のコンサルタントと言っておりますけども、はい、初めてその神社、まあ、最初の頃はですね、うん、参拝の仕方もわからないところからスタートしたんですけど、はい、まあ、そのきっかけというのはあるテレビ番組で、はい、日本の神社がどんどん潰れていってるんだよっていう、まあ、番組があったんですね。ほうほうほう。で、その番組構成からして、うん、まあ壊れていく、なくなっていくっていうことの理由がよく理解できたので、うん、例えばそのお正月のお賽銭しか入らないような神社さんもあるんですね、はい、で、その神社を、まあ、例えばご子息に継いでくれと、はい、なかなか言えない方々もいらっしゃるで、はい、ということ で、うん、で全国の神社を回ってると、うん、多いところで行くと50社ぐらい兼務されてる一人の宮司さんに出会ったり。そうなんですか。はい。ほう。ですから、まあ、だんだん一つの神社に宮司さんが いらっしゃらないところがどんどん増えてきたと、うんうん、ということで、まあ、そういうことも勉強する中、いろんな法律上の問題で神社の敷地を、うん、まあ、相続の関係で売り払っちゃったと、はい、ただ境内に工場ができた、ほう、みたいなことで相談を受けたり、ですから、まあ、いろんなことがあって、その中でいかにしたら神社さんが儲かるかみたいなお話をさせていただいているうちに、うん、神道に今度はのめり込んできて、はい、神様、祀られている神様、うん、本当にその、まあ、古典である古事記だったり日本書紀を勉強していく中で、うん、日本という国これからどうあるべきかみたいなことにも触れていきながら、はい、だんだんその自分が住んでます町が高鍋町っていうんですけども、うん、2万人の人口、はい、もう少しで2万人を切ろうとしてるんですけども、うん、その町で私どもは商いをやらせていただいてますので、うん、この人口が減るっていうのがハイブリッドや電気自動車より、うん、脅威なわけですね。なるほど。ですからその人口減を少しでも緩やかにするために何かできることはないかと、うん、行政に任せるんじゃなくて、うん、民である私たちがすることは ないのかということで、うん、全国でそういう取り組みをされている方々に直接会いに行って、はい、お話をお伺いする中で、うん、まあ、今では私の心の師匠と慕っている方に出会ってですね、はい、こうやればいいんだというアドバイスと受けながら、うん、今回そのブルームーンという施設で情報発信だったり、はい、移住者を受け入れる、で、移住者を受け入れるというのは雇用しなくちゃいけないと、はい、ですからその職場をどんどんこれから形成していくっていうことで、考えて今の行動に至っております。あ、そうなんですね。雇用を生み出すために事業を作っていったっていうのも一つの、まあ、人口減少の、うん、食い止めるっていうところから来てるっていうことなんですね、はい、すごいですね。で、今現在、浩二さんのところで、まあ、働いている方っていうのは、まあ、移住されてきてる方結構いらっしゃるんですか？いえ、まだその直接はまだ入ってきてないんですけども、はい、そういったオファーは来ております。あ、なるほど、はい、で、例えば雇用するだけじゃなくて、はい、そのうちのまた住む家ですね。あ、なるほど。で、田舎なもんですから、はい、そのもう住んでらっしゃらない家っていうのがあるんですね、はい、で、そこをもっと整理して法律の壁等をいろいろ打破していただくのを行政にお願いして、うん、なんとか、まあ、例えば5000円だったり1万円だったりで、はい、お貸しできるような制度がないかと、うん、で、またここのあたりのお話はまた純ちゃんにいろいろアドバイスを将来いただきたいなってずっと思ってたんですよ。そうなんですか。ありがとうございます。なるほど。今の形、まあ、が、まあ、まさかね、人口減少の方から、辿ってきて、まあ、その、ヒントをくださったっていうのはやっぱり、神道の方から、はい、うん、師匠から、教えていただいたっていうことなんですけど、その時に師匠に何て言われたんですか？その方をもう知ったのも、はい、たまたまテレビの番組からだったんですけども、はい、そのまあ
その町もそこは市なんですけどもね、はい、人口が2万4000ぐらいいらっしゃるんですが、はい、やっぱり過疎が進んでて、うん、でその町に若者を呼び戻すためのまあいろんな活動をされていらっしゃって、で最後にその番組の最後にその方がステージ4のがんであると、ほう、それとも戦っている、はい、みたいな締めくくり方だったんですね、うん、ですごく気になったもんですから、はい、何度もその V を見ている中で、うん、会いに行こうということで直接会いに行きまして、はい、でお前一人でやっちゃダメなんだと、うん、いろんな人を巻き込んでその熱でやっていかなくちゃいけない、うん、みたいなことをおっしゃっていただいて、はい、昨年1年間で7回ほど、まあ、その土地に行かせていただいたんですけども、はい、アドバイスをいただいて、うん、私どものそのブルームーンのオープンの時、うん、はい、そのまあ病と戦っていらっしゃるんですけども、うん、わざわざ8時間車を運転して、来てくださって、お祝いに来てくださってですね、うん、ですから何としてでもその、まあ、いろんな方々からいただいたアドバイスを少しでも、うん、町のため地域のために、うん、役立てていきたいという考えで今やっております、うん、なるほど。このお師匠様、ね、普通でしたら、まあ、自分で何とかしようっていうところなんですけど、その、浩二さんに今必要な、まあ、周りを巻き込むっていう、ところをピンポイントで教えていただいたっていうのはすごいありがたい話ですね。で、あの実際にこのブルームーンの方も先月オープンしたばっかりですけど、そこに至るとか、まあ、そのオープンしてからもすごくご苦労あったり、まあ、今から目指すところもあると思うんですけど、そのあたりの話はまた一回 CM 入れて、その後ちょっとお聞きさせていただきますのでよろしくお願いします、はい、じゃあ一旦 CM 入ります。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。軽自動車の時代、軽がマントイビント、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビント、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、浩二さんが、人生の師匠と出会って、アドバイスをいただいて、そのアドバイスの通りに、動いていって、まあまあ、周りを巻き込むような形で、今の、事業の形を形成していってるんですけど、今実際事業されてみて、はい、まあ、事業をこの複合施設を作る時もご苦労もあったと思うんですけど、はい、そうですね、はい、もう、まあ、あの純ちゃんだから、初めての話で申し訳ないんですけども、はいはい、例えばその建設途中にですね、うん、いろんな差し止めがあったりして、はい、例えばちょっと都会の方にはわからない、初めて聞く話かもしれませんけども、うん、田舎ですと浄化槽というのを埋めなくちゃいけなくて、はいはい、うん、でそれを、まあ、容量が足りないということでもう一回埋めなさいと、はい、で全然人がから見えない途中にまた500万1000万という形 で、ね、どんどん埋めていくんですねでそれで工期がどんどん伸びて、はい、でまあ、結果的に2ヶ月オープン遅れたんですよ。ほう、まあ、あの民間ですから2ヶ月伸びると結構それなりにね、うん、コスト的に合わない部分も出てくるんですけども、はい、まあ、それも今となってはですね、うん、あの時オープンしてたら大変だったなって思える自分がここにいたりして、うん、大変なことも後になってみると、はい、まあ、笑えたり、うん、だから大変なことって案外大変じゃないなみたいなことはよく内輪で話すんですけども、なるほど、はい、まあ、大変なことといえば、まあ、昨日ですね、はい、いいですかこの話。あ、大丈夫ですよ、どうぞどうぞ。あの、まあ、沖縄に来ましてね、はい、あの
まあ、青木原クラフトブルワリーでできました、はい、今7つビール作っておりますけども、はい、そのクラフトビールを宣伝も兼ねて、まあ、沖縄のビールを売ってらっしゃるお店にお持ちしたんですけども、はいはいはい、サンプルでこう、うん、お店の方々に飲んでいただいてたんですけども、うん、全く感想を言っていただけなかったりノーリアクションでですねお口に合わなかったってことですか。何にも引っかからなかったんでしょうねそうなんですかまあそれも一つの賛辞だと受け止めるようにはしてますけどもまあうちで作っているブルワーって、まあ、醸造師の子が悪いんじゃなくて、はい、まあ、僕が書いたレシピがいけなかったんですねゴーヤをこれでもかと入れてですね苦いんですけど苦味の度数が100を超えてるというちょっとありえない苦味のやつになりましたね顔が曲がってらっしゃいましたけどそうなんですね美味しいとは一言もなかったですね。あ、健康志向の方にはいいかもしれないですねおばあに飲んでもらいますねあ、でもこの実際にね、いろんな方とお話しすると職人気質の方ってやっぱりいいものを作れば売れるんだってことでどっちかって言ったらやっぱり独りよがりに近い形でうちうちでやるじゃないですか、まあ、外に出すっていうのをっていうと今ね浩二さんがおっしゃったように、いい評価が得られなかったり逆に批判を受けたりっていう痛い経験もあるとは思うんですけどその中からやっぱり学ぶことってすごく多いしその口が合う合わないっていうのは人それぞれだと思うんですよ地域性だったりっていうのはそれをねデータとして仕入れるネタにもなるのでやっぱりそういうチャレンジっていうのは大事かなと思うんですけど実際にねやっぱり無反応とか苦々しい顔してるっていうのは見るとショックですねでもねショックですよねショックですねわざわざ来ましたからねで初めて飲んでいただいて、はい、で一口口をつけられて、うん、あと全部残ってるんですよねそうなんですねもうこんなことなかなかないですからねないですからね、うん、でまあここから、まあはい、どちらに自分が受け止めて、はい、その方々にも、まあ、喜んでいただけるやつを作るのか、うん、ますますインコース高めを狙っていくのか、うん、もうそのデッドボールギリギリやというやつを作るのかっていうのは、うん、まあ、まあ、か受け止め方次第なんですけども、うん、うちはもう一番最後に出てきたブルワリーですから、はい、皆さんと同じのを作っててもね、うん、評価していただけるところに行かないので、うん、どうしてもやっぱり変化球どころかですね、うん、もう顔にボール当たっとるやないかみたいなのを作っていきますんでぜひ純ちゃんにも今度飲んでいただいて、はい、ぜひぜひお願いします。その時はちょっと感想くれますか。ストレートに言っていいですか、ね、お願いしますでもこのいろいろねチャレンジしていく中でまたいろいろねご縁も広が深くなってくると思うんですけど癖が強いものほどやっぱり慣れるともうやめられなくなってきますからねこのギリギリっていうのはすごい面白い発想だなと思いますけどね。純ちゃん拾ってくれるよね、はい、ありがたいですもうヤギとかルートビアも癖が強いほどもうファンも多いですからねコアの方。そうやね。そうですそうです。ヤギとルートビアすごいですもんね。そうなんですよ、うん、もうその路線で すごく勇気出ましたありがとうございますで実際に、まあまあ、評価を受けながら広げていってらっしゃるんですけど今後どういうふうにまた展開したいとかってあります。今うちでビールを作ってくれている、はい、まあ、そのブルワーが一人いるんですけども、はい、まあ、彼にもその賞賛を与えてもらってですね、はい、彼のやりがいも作ってあげなくちゃいけないっていうのが私の責任なので、うん、その彼の作ったクラフトビールがなんか賞を受けて皆さんからあのビールがって言われるところに持っていってあげなあかんなというのが今目指しているところ でそのためにも僕がねもっとレシピをいろいろ改良して賞に値する賞が全てじゃないんだけどもその作ってる子にもやっぱりやりがいというか彼の家族にもうちのお父さんはすごいんだって言ってもらいたい、うん、誇りになるような仕事ですね。ですからうちの会社の従業員の人たちにも皆さんにやっぱり思ってもらってるのは、うん、家族からやっぱりこう喜んでもらえるような、うん、あなたのお父さんすごいねって言われるようなやっぱり社員の方々になってほしいので、うん、そのあたりをね、まあ、会社の魅力というのを
引き上げていかなくちゃいけないなと、うん、だからまあ社員一同と一緒にこれからもより良い会社、働きやすい会社を作っていきたいなと思っています。うん、このやっぱり社長さんが思っているものってどうなんですか。他の会社だとうまく伝わってない時ってあるんですけど、浩二さんのところうまくその辺はコミュニケーション取れてます？いやあのね、この手の話ね、はい、自分からあまり言わないというか、ね、まあそうですね、言わないですね、君らのこと大好きやでとかって、はい、うん、ほら純ちゃんハグしてくれるけど、はい、僕はうちの社員の子たちとハグしたことないしでもセクハラかパワハラかなんか腹言われそうで怖いですからねなるほど。だからあんまり自分のところの会社のことを、まあ、社員の子たちと一緒に話すっていうのは基本的にないんですけども、うん、これって、うん、まあ言葉で伝えるよりまあ、自然とそうなっていけばいいなと、うん、もう役員交代して私が社長になって、はい、もう6年ぐらい経ちますけど、はい、少しずつ、まあ、会社の風土っていうのはね、はい、ある方から言われたことがありまして、ほう、会社の評判って、うん、会社の風土って、うん、社長そのものやでっていうことを言われたことがあるんですね、はいはい、だから誰か従業員のことを誰かが何かこうご批判頂戴した時は、はい、それはお前のせいやってよそからの方から言われてですね、すごい、うん、いい言葉ですね。まあ、それもあって、まあ、勉強さなあかんな、うん、もう俺は俺やっていう話じゃダメなんだなっていうのは感じましたね。うん、まあ、こうしていろいろ純ちゃんからも、ね、教わること多いんですよ。ですからそういうのがもうほんまに刺激になって、はい、やっぱご縁ってね、うん、自分が持ってもないものを埋めてくれるのがご縁かなって思いますね。うん、で、まあ、人から影響を受けるところもあるとは思うんですけど、ご自身がやっぱり、一つ一つのものってすごい思い入れ持ってるじゃないですか。例えば、ロゴとか、まあ、ラベルにしても、はい、なんか先ほどちょっと打ち合わせしてる時に、うん、御朱印みたいな、ことな、の形にしてるっていうことで、淡木原というこの漢字4文字を御朱印のように、はい、まあ、2列2行で並べて御朱印の形にして、うん、で B の、 その表ラベルというのがあるんですけども、はい、その銘柄を漢字4文字で 筆文字で、はい、書きまして、うん、その後ろにそのロゴを朱色で押したような。これはラベルの裏側に押すんですか？いえ、よく神社でもおられる御朱印のように、はいはい、印鑑をして上に文字を重ねるみたいな。そうです、なるほど。で、まあ、これある時ね、はい、これもなんかマーケティングのデータで見たんですけど、はい、外国人がインバウンドでこう日本に来られた時に、はい、お酒 SAKE って書いてあるやつを選ぶのか、うん、酒っていう漢字一文字を、はい、選ぶのか、銘柄漢字4文字を選ぶのかっていうのを、はい、テストしましたら圧倒的に漢字4文字選んだそうなんです、はい、でそこから漢字4文字にこだわりましてね。なるほど。で淡木原クラフトブルワリーという屋号がそこで決まったと。ほう。でロゴも御朱印にするよということになりまして、うん、まあその東京オリンピックも意識したのは、まあ、事実で、なるほど、そのあたりですかね。うん、これね、このロゴがまた世界に広げていくというですね、はい、でまた、もうそろそろちょっとお時間が少なくなってくるんですけど、今後、まあ、このラジオを聞いてくださっている方に対するメッセージって何かあります？はい、まあ、私は偶然、ね、まあ、あるきっかけがあって純ちゃんとこうして、ご縁いただきましたけども、はい、よく純ちゃんも東京とか京都とか、うん、はい、お伊勢さんとか行ってらっしゃいますよね、はい、やっぱりいろんなところ動けば何かがあるのかなと、うん、で動けばやっぱり何かが変わるっていうことが本当にそうだなと思うことがあるので、うん、はい、やっぱり皆さん一歩踏み出してなんか違う世界に行くと何かの出会いがあるのかなと、そこで何か得られますよっていうのをまたぜひやっていただければと、はい、ありがとうございます。でまた浩二さんのところでは地域のまたフルーツとか、まあ、特産物を、まあ、テストとして、まあ、これでビール作れないかなということで、コンタクト取ってくださったら、オリジナルの商品も開発も可能ということですので、はい、ぜひぜひまたつながっていただけたらと思います。今日は浩二さん本当お忙しい中来てくださってありがとうございます。純ちゃんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。この番組の内容はリスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。放送局
FM ギノワンから番組名をたどってご登録ください。でまた繁栄軍師のホームページや YouTube 専用チャンネルにも本日のゲストさんに関する情報へのリンクも貼っておきますので、繁栄軍師で、ぜひ、検索されてください。本日は川野浩二さんに来ていただきました。また来週お会いしましょう。さようなら。では振りますね、はい、3、2